では、セントラルドグマの中の転写について説明します。転写っていうのは、核の中で起こる話です。で、核の中には DNA が入っていて、その DNA の情報の写しを取ることを転写っていうんだけど、写しを取るためには、ね、みんなもさ、束ねた資料の中のさ、1ページ、コピーを取りたいと思ったら、ね、その資料をファッとばらしてね、ばらして1枚その紙を取らなきゃいけないよね。で、本を閉じたままじゃ、ね、本を閉じたまま何百何十何ページのコピーを取ってくださいって無理だよね。そこ開かなきゃいけないよね。その本を開くみたいな作業もあります。DNA の二重らせんをこのようにほどきます。ほどいて、DNA の塩基の相補性を利用して、このようにコピーを取ります。そのコピーをメッセンジャー RNA と言います。リボソームに情報を届けるからメッセンジャー RNA です。メッセンジャー RNA を作る主役となる酵素は、RNA 作るやつって意味で、ポリメラーゼ、RNA ポリメラーゼがメッセンジャー RNA を作ります。この作業を DNA の中の遺伝情報をコピー、つまり転写するから転写と言います。 RNA ポリメラーゼが DNA を読み取りながらそのコピー、メッセンジャー RNA を作ることを転写と言います。そして作られた、ね、メッセンジャー RNA はそのままね、世に核の外に出たいんだけど、映画だって、いらないシーンをこうカットする作業があるよね、編集が。メッセンジャー RNA も編集の作業が必要で、その編集の作業をスプライシングと言います。スプライシングと言います。いらない部分をイントロンと言います。で、使う部分をエキソンと言います。イントロンをカット、カット、カットして、エキソン同士、使うシーンだけをつなぎ合わせて、核の外に出ていくわけです。ね、ちょっとね、やっぱり短くなるよ。いらないところは、スッて切られて抜かれるから、短くなるよ。ね、いらないシーンは、核の中に置き去りです、ね。ちゃんとカットしてから、世に出します。これ、いらないシーン、カットされたシーン。ね、これが、転写です。核内で起こる転写、ね、スプライシングも核内で起こります、ね、よく注意しましょう。じゃあ続いて翻訳も、ね、しっかりマスターしてきますよ。